こんにちは。こんにちは。はい、今日も始まりました、はい、質問コーナーの時間です。はい、来てください。そしたら今日は、はい、撮影時間について、はい、質問したいと思います。はい、じゃあ、七五三以外のカジュアルの撮影ですね。はい、誕生日の記念だったり、お宮参りなどの撮影時間はどれくらいかかるのか教えてください。はい、撮影時間、カジュアル撮影は、約40分間ですね。はい、はい、来ております。なるほど。その撮影時間の中にも、はい、お着替えの時間とかを含まれているんですか？あ、はい、そうなんです。40分間の中にお着替えの時間が含まれておりますので、はい、あまりお着替えが多い、着数が多いと、はい、撮影の時間が短くなってしまうので、おすすめは大体2着がおすすめです。なるほど、はい、あまり多いとそうですね。そうなんです、少なくなっちゃいますもんね、うん、はい。そしたら、お写真選びの時間はどれくらいかかりますか？はい、あ、写真選びは、約1時間ですね。はい、はい、ありがとうございます。そしたら当日撮影をして、写真まで見ていただくまで、はい、大体トータルでどれくらい時間かかりますか？そうですね、トータルでご来店いただいてから受付シートなどを書いていただくので、はい、まあ、そういったものを含めて撮影が終わりましてから、はい、撮ったお写真のデータ処理に30分間ほどお待ちいただくので、はい、そういったものを含めまして、約2時間半いただいております。なるほど、はい、分かりました。はい、あと大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、また何かあったら聞いてくださいね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。八谷先生でした。